大変だね。何が？歌舞伎。あーねー、ほんとね、びっくり。歌舞伎大変だね。どうしたんでしょうかね。すごいのが代役ってすぐ立てれるんですね。1日でしょ。すごいよね。でもだってあれ稽古自体も2日とかしかないんでしょ、うん、1ヶ月でね。ずっとだから見てる人とかね。あ、そうそうそう、それはそうだと思います。いいんだよね、お月の方とかね、うんうん、尾上顔としてやっぱ気になるんですよ。尾上顔。尾上顔らしいんですよ俺。そうなの。尾上系の人たちなんかよく似てるって言われる。あ、そう、まあ、よラジオネーム松竹売名行為。隣人の皆さん、おはこんばんちは。おはこんばんちは、隣人の壁耳、いつも楽しく拝聴しているのですが、ちょっと気になることがあります。何、はい、でしょうか。皆さんは、うん、売れる売れないの違いとは何だと思いますか。違い、うん、それな、売れた売れたなの。要はタレントとしてってことですよね、うん、芸能人としてとかってことですよね。私は皆さんのお話をとても面白いと思って聞いています。なんならテレビに出ている人でももちろん面白い人はたくさんいますが、うん、皆さんより面白くないのにテレビに出ている人を時折目にするのも事実です。そんなこと言うな。すごいこと言いますね、うん、そんな時、あっぱれさんなら、星出さんなら、須田さんならもっと気の利いたこと言ってくれるのに。いや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 と思ってしまいます。すごい。いや、わかるけど。わかる。そこで皆さん、今回は自分とあの芸能人発想似てるのにみたいなエピソードあったら教えてください。あ、そしてそれを考えることでもう少し前向きにこの世の中を歩けるようになってください。歩いてないってことかな。後ろ向きっぽい。元気出してください。そうかな。ありがとうございます。松竹梅梅子さん、まあちょこちょこねこうやって思うことあるなって僕はあるんです。まあ確かにパレさんはね、例えばありそう、恥ずかしいね、自分でじゃないね、あの出しといてあれだけど。何、あのまっちゃん、松本さん、はい、ダウンタウンの松本さん の、 あの、うん、酒のつまみになる話とか、はいはいはい、あとはマツコさんのあのマツコの知らない世界とか、はいはい、でなんかちょっと癖の強い人がいたとかしてさ、うん、突っ込むじゃない、うん、あの人たちが、はいはい、全く同じタイミングで、うん、全く同じフレーズを突っ込んでる時があって、うん、そういう時に、うん、嫁さんと目が合う。何してんのみたいな、うん、感じになったりするんだよね、うん、でも突っ込んだりするんですね、テレビ見てて、うん、あ、恥ずかしいけどね。いや、それなんとかじゃんとかって言うと、ま、同じタイミングでマツコさんのそれなんとかでしょとかって言うと、うん、俺こんなとこにいていいのかよ。すぶってるな。恥ずかしいの。なんかそういうの結構あって、うん、ゴッドタンで、うん、アルピーのアルコ&ピースの平子さんが、はいはい、なんかねショートコント短い5分ぐらいのコントを感動するコントを作るみたいなのがあって、うん、はい、うん、でその設定が夫婦漫才師が奥さんの方が先に死んじゃって、はいはいはい、旦那さんが取り残されるんだけど、その冒頭でやった奥さんとやった夫婦漫才の内容が2人の思い出とリンクして、はい、もういいよって泣けるみたいな。いやー、俺昔から実は言ってて、それこそみんなといた前の劇団の題材にもしたいなって思ってたぐらい言ったことがあって、で今回かなり極めつけのがあって、一本グランプリ見た？見てない。ついこの間放送があったんだけど、ほらもうほんと唇、下唇切れんじゃねえかっていうぐらい悔しかったんだけど、いろんな証拠を実はこの二人は知ってて、俺ら、TikTok も取り出してて、で前回撮ったのドットじゃないですか、うんうん、もう服わざわざ持ってきて、うんうん、ペイペイを公電で払うっていう、うんうん、やったじゃないですか、うんうん、一本グランプリのお題が、うん、醤油ペロペロ、うん、おでんツンツンよりも腹立つ新しいなんか罪を教えてくださいみたいな、うんうん、ちょっと一言一句じゃないから曖昧なんだけど、バカリズムが答えたのが、香典ペイペイだった。マジ？でもパレさん多くない？そういうの。多い。タッチの差だよね。いや、ごめんなさい、私が編集して出しとけばよかったね、早く。そういうのもちゃんと言ってほしいの。いやー。そうなの、俺らも撮ってて本当にその
1ヶ月前か1ヶ月前にはもうそれ撮ってんの、うん、やだごめんなさい言ってください。悔しかった。あれさ本当それさ作る時にさあれしようよ、うん、左上ぐらいさ収録日何月何日か、これは何月何日の方がわざとらしいでしょ。だから2人はちゃんと承認になってくれてた人たちだから、うん、やだごめんなさい、まあ ちっちゃいところで言うとあと、うん、あのぐっさん、はいはい、山口さん、うん、どんどこどんどん、うんうん、あの人がほら松方弘樹の真似よくしてたの覚えてます。なんかダメダメタケちゃんダメだよとか言ってたんだけど、うん、俺中学の時からやってるんですよあれ。あそうそうあれはモノマネでしょ。言われんのよ友達にも。お前のお前の方が先だったって。そんなめっちゃ多そうパレさん、ね、2人はなんかあれば、うん、私はその芸能人がどうこうじゃないけど、うん、そのもう20 15年ぐらい前か、うんうん、ぐらいからASMR ずっと聞いてて、うーん咀嚼音。そんなに前からあんの？そう、咀嚼を、まあそれはメイン咀嚼音じゃないけど、うんうん、なんか料理作って汚く食べるみたいなおじさんがいたんですよ、うんうんうん、パンツマンっていうおじさんが、えすげえ名前だね、汚ねえ、ここで噛みそうだねニコニコ動画でいたんですよ、元々ね。でその人の私動画すっごい好きで、うん、寝る前によく聞いてたんですよ、うんうん、で友達にそれを言ったら、うん、めっちゃイカれたんですよその当時。いやだと思う。そう専門1年目ぐらいかな、うん、に聞いてたから18歳ぐらいか、うん、の時に誰も共感してくれなくて、うん、汚いみたいな、うん、何がいいのみたいに言ってたんですけど、うん、今もうめちゃめちゃ、ね、そう一旦流行ってもうなくなったぐらいのね。そう、うん、でももうやっぱフェチはめっちゃいるから。あそう先見の明があったってことね。先見の明かな分かんないけど世の中で流行るもの。そう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 、それはちょっと思った。うーん私ね、うん、なんかこれあ私もそう思ってそうしたみたいのがあったんだけど、うん、黒柳徹子さんがなんかピアノを始めた70超えてからピアノを始めた。あそうなんだ。でなんかなんで今更始めるんだみたいな話を言われたんだけど、うんうんうん、やりたいと思ったことに年齢は関係ないみたいな。いや素敵。で 今からやって1年後後悔し、うん、する時って、うん、やってたらもう1年経ってるって、うんうん、確かに。そうすげえ。だからやりたいと思ったことにも年齢は関係ないっていう話をしてて、うん、私もそれそう思ってたから、うん、30代の時に美容師の専門学校行って、うんうん、そうやりたいと思ってたんだけど、うん、芝居してたから。同級生とかってどうなんですか。もう若いよ16ですよ、ね、若くて16もいるの、うん、高校卒業してすぐ入るから。なるほど、別にいいんだそれ入っても、うんうん、そうでそれをやって、で私は美容師向いてないと思ったから、向いてるけど、うん、年齢的にもう体力は続かないと思ってやめたけど、でもやっぱり行ってよかったと思って、でその後にその黒柳さんの聞いて、うん、いやそうだなと思ってやってよかったなと。その後に聞いたのか。そうそうそう、だから後悔するんだったらやって後悔した方がいいっていう話を聞いて、そりゃそうだ、ちょっと共感できると思って。名言。それをねエマさんが先に言っとけばね、うん、そうなんだね黒柳徹子より先に分かんない、先に言ってたかもしれないけど、うん、私が見たのは、うん、その私がそう思ってた後だったから。ああそうかそうか。エマさんの珍しいですね。何が。黒柳徹子のこと黒柳さんって言うんですね。黒柳え言うでしょ。ちょっと徹子さん、徹子さんとかじゃないの。徹子え黒柳さん。いやいや二人ともマッチ派なのね。トシちゃんじゃなくて。トシちゃんじゃなくて黒柳さん派です。なるほどね。そう、それ思ったね、うん、そうね。なんかうちの親父がね、うん、ちょっと違う話なんですけど、うん、あのドリカムのラブラブラブを聞いて、うんうん、もうしみじみしながら M ステ見て、うん、こいつらは絶対売れるって言ったんですよ、ね、売れてんじゃないの。当時ゴリゴリに売れてたドリカムをすごい、こいつらはっつって出てんよ先見の明がねうちの味にはあったんですよ。でも本人はね知らないかった。知らなかったそうか、売れると思う。だから音楽好きになったタイミングってあってさ、うん、俺、うん、音楽好きになったタイミングが、小6ぐらいだったんですよ、はい、小6ぐらいで好きになって、うん、チャゲアスが出てきたんですよ、うん、またおじさんのなんか新人が出てきたなと思って、うん、俺が生まれた時にはもう始めてたのに、うん、でも知らないから初めて知って、うんうんうん、息のいいおじさんが出てきたなと思って息のいいいやいや揺れてるしね。まあね、うん、名前もシンプルだし、うん、あ確かに確かに、ひねりがないから、うん、あと、うん、あれですよね、あの
隣のトトロ、うん、で、あのめいちゃんとさつきちゃんがお父さんと一緒にお風呂入るシーン、うん、わかります？うん、なんか外でビューって風が鳴って、はいはい、お湯めっちゃなあふれるとこね。あ、そうそうそう、でなんか泡だらけのやつバーって流して急いで入るみたいな、あれ海外だと NG シーンみたいな感じでカットされてたりするんですよね。流せないの？そう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 。なんで裸だからってこととか、まあ分かんない、お父さんと入ってるからとか分かんないけど、そう、そういうのがあって、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、先見の明じゃなくて、ごめんなさい、石鹸の明の話しちゃいました。ごめんなさい。いやでもさ、何がすげえってさ、俺もなんでこの話してんのかなって思ったけどさ、石鹸の明の話でその話題思いつくってやばくない？ごめんなさい、ごめんなさい、間違えちゃった、ごめんなさい。よく持ってきたよね、ここにね。何石鹸の明って。それもダジャレ。ねえ、俺が LINE してこういうの思いついたら教えてって言ったら、それ考えてたの、うん、最後これ石鹸の明で落ちるなって。うん、落ちるとかは思ってない、うん、思ってない、うん、今思ったの？今思ったわけじゃないでしょ、昨日からも考えてた。違う、なんか何もないなと思って、うん、そう、なるほどね、いろいろ考えてた。でも、いやいやいや、うん、あの助かります。なぜならもうこれで僕の話はおしまいだからです。落ちたかな、ね、いいとこです。まあじゃあ今さんの言う通りね、うん、頑張っていきましょう。頑張っていきましょう、本当に、うん、やりたいことあったらすぐやろ、ね、そうそうそう、やっていきましょう。遅いってことない、うん、そうだね、そう、エマさんともさっきね言ってたの、うん、俺たちのその登録者数って全然伸びないけど、うん、全然落ちないよねって、うん、落ちない、うん、減りもしてないよねって。ずっとずっと、ああそういうことか、うん、好きな人は本当好きなんだろうな。助かるわ、ありがとうございます。助かるわじゃねえわな、確かにね、強気でね。ありがたいよね、でもね、うん、本当だよ。隣人の壁耳、はい、この番組はおしゃれは頭からキャップはニューエマ、うん、持ってきてないやん。いつもだよ、本当に恥ずかしいんだろうね。昨日は、じゃあ昨日は持ってこうと思ってかかってるわけ、いつも、うん、で朝荷物詰めるときにすっかり忘れるよ、ね、ダメ、前の日に入れとかないとダメよ、そ、ね、それはかぶせとかなきゃダメよね。そうそうそう、荷物にね、荷物にね、うん、おしゃれは頭からキャップはニューエマ、うん、カルピスで食べるお茶漬け、人毛を使った麻婆春雨、フルーツを盛り込んだお吸い物、これが本当のヤバタニエン。やばいやばい、やばい、気持ち悪い。隣のあんの子は大バカ娘、向かいのあんの子も大バカ娘、あいつもあんの子も大バカ娘、あーみんな危険な大バカ娘、あー大バカ娘、麻酔を使わず整形した。やばいやばい、アッパレ美容クリニックの提供でお送りしました。怖い、バレさんのやつ全部提供が一番緊張するんだよ。